こんにちは、速稼塾の久保です。今回ガチンコマッチョクラブのマスターミスター M さんから非常にね、奥深いメッセージをいただくことができました。このね、尾崎豊さんのシェリーという歌なんですけども、この歌詞がね、私も同じなんですよ。私も同じような先の見えない時、まあ今も見えてないんですけどもね、本当にね、自分に浸っていた時ですね、なんかの物語の主人公になった気持ちがして、俺は悲劇のラストを迎えるんじゃないだろうか、このまま望まない人生にぶち込まれて、そのまま命ってものを消耗していくんじゃなかろうかと思った時に、やっぱ転がり続けてね、ここまで来た。シェリー、俺はなんだっけな、忘れちゃいましたね、すみません。なんて言うんですかね、シェリーにこう呼びかけながら、この泥の中を這い上がっていくようなね、そんな尾崎豊さんの白い T シャツ、そしてブルージーンズ、これが汚れ切って、もうそれこそね、スニーカーが抜けるんじゃないかなみたいな勢いでこう這い上がっていく姿を想像しながら、シェリー、シェリーと呼びかけながら、俺は真実へと歩いていくと、最後に力強い、こう歌詞でね、締めくくられているところ、俺はまだバカと呼ばれてるのかとかね、俺はまだ誤解されてるんじゃないだろうかとかね、不安を抱えながらでも絶対にこの今の状況ね、くり抜けていくんだみたいな、そんなね、なんかこう弱々しくも、力強いメッセージ、このね、本当に尾崎豊さんってなんか多くの方が感じると思いますけども、なんで俺のこと知ってるのみたいなね、なんで私のこと分かってるのみたいな感じの歌詞をね、並べていて、一文字たりとも無駄がないんですよね。そしてね、無駄がないだけに、字余り字足らずの歌詞、あれがね、妙にしっくりとはまるんですよね。メロディーにパシッと歌詞が載ってるわけじゃないんですよ。やっぱりちょっと文字が溢れたりとかしてるんですけども、それがね、まさにメロディーにこうはめ込まないような、型破りな、型にはまらない尾崎節なんだなと思いますよね。でね、尾崎豊さんの曲を今息子さんが歌われてるじゃないですか。で、なんかね、尾崎シリーズ第2章みたいな感じで、尾崎豊っていう方が曲を作って世の中に送り出して、それを相続して別の形にね、メタモルフォーゼしながら息子さんが歌ってらっしゃると、そういうね、ストーリーも感じながら、私は今尾崎豊さんの曲を今でもね、口ずさむんですけども、ミスター M さんと同じように、そのシェリーという曲にはね、私も何度もね、動機づけられて、励まされて、引っ張られてきたかなと思います。やっぱ無様な格好でね、いつでも俺を支えてると、そんな人が俺には誰がいるんだろうかと思いながらもやってきたんですけども、なんかね、今思えばこういうことなんですよ。私を支えてくれたのは、おそらく多くの方でもあったと思いますけども、なんかもう一人のね、私の存在なんですよね。以前億万長者合宿の中でもお話したんですけども、その私っていうね、人間の中にもう一つ心ってものがあるんですよ。で、この心ってのはね、結構ね、勝手に動くんですよ。勝手な別の人格、他人なんですよね。で、ある時は勝手に有頂天になって、ある時はものすごく落ち込んだりとかして、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。で、それを制御するために私は精神力を鍛えて、その心をね、コントロールするようになったんですよ。辛い時、苦しい時でも自分で持ち上げていくとかね、自分で修正していくと。で、ハイになりすぎた時っていうのは自分で抑えて自己否定していくみたいな感じでね。で、常に心を中央学って言って、中央に置くようにしてるんですよね。それが私のマインドセットなんですよ。で、まあそういうのの一つに、その尾崎豊さんのシェリーっていうのがものすごくね、こうマッチしてるというかね、ここがね、ミスター M さんともちょっと心が通じるところで嬉しいなと思いました。チャンネル登録者数95人になってますね、ミスター M さん。もうすぐ100人じゃないですか。100人になったら100人ありがとう動画ぜひ出してくださいね。いや、95人ありがとう動画でもいいと思います。そして今回ね、ミスター M さんにちょっとね、聞きたいことがあるんですよ。何度も死を決意したと、そしてそのために這い上がってきたということで今ここにいると思うんですよ。もしね、その時に本当にミスター M さんが死を選んでいたら、この出会いもなかったですし、チャンネル登録95人の方との出会いもなかったと思うんですよ。これは非常にね、大事なことだと思います。非常に貴重なことだと思うんですよ。で、私のね、聞きたいことってのは、ここからね、ちょっとした興味本位の話になりますけども、死を決意した時にどんな方法で死のうとしたのかなっていうことと、で、その方法がなんでね、もう自分には適さないっていうか、ちょっとやめたのかっていうことなんですよね。例えば死の方法として有名なのは、首をくくるって方法があるじゃないですか。そしたら首をくくろうと思ってロープを買いに行くわけですよね。
でロープを買いに行った時にふっと我に返って何やってんだみたいな感じでね、こうどっちのロープがいいかなとかね、どの木がいいかなって探してる自分になんか妙に冷静になってやめたみたいなねエピソードがあったりするもんですけども、あとは練炭自殺ですよね。練炭っていうのはその七輪買ってきて練炭買ってきてみたいな作業があって、結構ね人によっては重労働なんですよ。それで重いからやめたみたいな人もいるらしいんですよね。まあそんな感じで結構ね、死を思い詰めて実際に死に向かってしまうっていうのは衝動的な部分もあるんですけども、ある意味本当に精神がね、そっちに向かってしまうんですよね。死っていうものにフォーカスしてそこに本当にまっすぐ進んでいってしまうんですよ。はたと我に返る瞬間とか、例えばね、なんか自殺をするために刃物を買いに行きましたと。で刃物をこう袋に入れてね、ありがとうございましたみたいな感じで店員さんに言われて持って帰って、電車に乗ってる時に向こうのね、なんか女子高生たちが可愛いなと思ったら自殺やめるみたいなね、そんな我に返った時になんか全然見ず知らずの人に間接的にそうやって救われるみたいなことが結構あるみたいで、本当に自殺をしてしまうっていうのは、衝動的にバンとね電車に飛び込むみたいなこともあるんですけども、どっちかというと計画自殺っていうのはいろんなところで我に返っちゃってできないってことがあるそうなんですよね。ということでね、これから死をいろいろ覚悟する方もね、これからの時代あると思うんですよ。特に今みたいな社会風潮になってみれば、でそういう時にどういった時に死をね思いとどまったのか、で、どういうところからね生命に対する希望を見出してきたのかってことをちょっとねここでアウトプットしていただければ、多分そのミスター M さんの動画一つによってね救われる命があるんではないかなと思うんですよ。ちょうどですね、尾崎豊さんのシリーが多くの人を救ってきたかのように、ミスター M さんのこれからのねメッセージが多くの人を救うと思うんですよね。そういった意味で、今回は死についてちょっとね一つ動画を撮っていただければと思います。よろしくお願いします。それでは。